こんにちは、カオルンです。今回も前回に引き続きディッシュさんのバーズのギターコード解説やっていきたいと思います。今回やっていくのはサビと C メロの2つになります。それではまずはサビのフルからいっていきましょう。さあ、まずはサビの解説をやっていきましょう。サビのコード進行は2つございます。1つ目がですね、 C B をねベースにした G Am F G これになります。2つ目がですね、1つ目とはね後半がちょっと違ったコード進行になっております。 C B をベースにした GA マイナー G F もう一回 F 最後に G これになります。コード進行の練習はですね、まずね左手の切り替えをねできるように頑張ってみてください。右手はですねストロークはもう本当に上から下にね下ろすだけの単純な感じでいいので、まずは左手頑張ってみてください。そしてねストロークは今までとね大体同じなんですけど、サビということもあってちょっとだけね弾く回数を増やしています。それがねこちらになります。大体ね一緒なんですけど、後半の方でですね一回下から上にね上げるときに弾く回数を増やしているという感じです。ストロークはですねコード進行とは全く逆で、こっちのね左手はね最初弾くしこれだけでいいですから、右手をねとにかく練習してみてください。最後にコード進行とストローク、この2つが組み合わさって、サビになります。ぜひね練習してみてください。さあということで次は C メロ行ってみましょう。さあ C メロですね。 C メロのコード進行は1種類になります。ただね今回のこの C メロディッシュさんのバーズはですねラップのね感じになっているので、一個一個のコード進行がね少し長い感じになっております。まずね弾くコード進行が Am C G C Am G F Gこれになります。ストロークは A メロとね、全く同じ内容になりますので、ぜひね、A メロを見返してみてください。最後に C メロもね、コード進行とストローク、これを組み合わせれば完成になります。ここら辺までね、来ると大体ね、今まで弾いてきた内容がね、結構被ってきたりするので、本当に最初ね、頑張ればいいっていう感じで、ここら辺はスムーズにね、できるかと思います。はい、ということで今回はディッシュさんのバーズのサビ、そしてね C メロのギターコード解説やっていきました。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね前回と合わせて練習していただいて、爽やかなメロディーです。皆さんぜひ素敵な演奏をしてみてください。ということでまた次回のギターコード解説でバイバイ。